香港チャンネル。香港さん、はい、あの先日のスーパーライジンの、メイウェザー VS 朝倉未来選手の試合で、はい、あのごぼうの戸の奥野さんが花束をこう目の前に落としたという事件ですけども、はいはい、それについて香港さんがちょっと待ての方でコメントをね、はい、述べたというところがちょっとトースポさんが取り上げてたんですけど、はい、香港は、一回ネット番組で共演したといいみたいな、共演がえらいちょっと取り上げられてたんですけど、ほんで僕はあの共演はしてませんって言っていいよ、はい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 、だからあやっぱりお前はズブズブやねんなとかいやいやいや、その人間も俺の YouTube 見ろやって俺共演なんか言うてないし、文化人放送局に来てはったんや、はいはいはい、参院選での前でね、はい、やからほんだら、あ、本郷さんですかって言うて、うん、あ、そうですって、俺顔知らんやん。はいはいはい。うん、ほんだら、あの、ごぼうの塔の、あーって言うたんはなんでかって、このチャンネルで、一回取り上げましたもんね。今、ごぼうの塔っていうのがブームになってます、そうそう言うてね。これなぜやなって言って、はいはいはい、ほんで、どんな塔なんって言って、ほんで、根っこがどうのこうのっていうので、うん、あ、でもね、いろんな選択肢があって、ええっていうようなを、うん、取り上げたから、うん、その、ね、お礼を言われた。はい。ありがとうございました。ああ、 YouTube でね、ありがとうございました。YouTube で取り上げていただいてって、うん、あ、そうですかって頑張ってくださいって。はいはい、それだけや、はいはい。で、それを、ちょっと待ての方で言うと。はいはい、だから共演ってなって。トースポさんの方でね、共演。だから、あの、トースポさん、私、共演はしてませんのでっていうので、はい、で、その、しっかり、それ見てくれ。俺も、ライブでやってんけど、はいはいはい、もう一遍見直してんけども、はい、共演って言ってない。一度だからご挨拶する機会があったぐらいのね、その喋り口でしたもんね。うん、いやそれでそういうふうに写真上げられて、バーンってなってるやん、はいはい、うん。そういうことを見る人って、うん、そこだけしか見ない。まあそうですね。うん、で、俺の YouTube とか裏も撮れへんやん。はいはい、歌とか、うん、これどういうことですかって。だからもうちょっと、あの、ネットニュース考えもんちゃうかなとか思ってな。うんですね。なんかそこでね、うん、共演っていうね。ちゃんと書いてくれたらいいんですけどね。そうそうそう。だから、あの、共演してないからっていうのを、会社に言うたけど、うん、吉本。あ、そうなんですね、うん。だからそれはちょっと先方に言うとってって言って。うん、確かに、ね。まあ、共演した後ちょっと、立ち話の挨拶、またちょっとイメージというか、ちゃいますからね、うん、ニュアンスがね。うんうん、共演してない。だから、共演してる YouTube とか、あったらな。うん。あ、わかるけど、はいはいはい。いや、そこも見てはれへんねやろってなるやん。一回も別にね、二人で喋ってるね、YouTube で出したこともない。いや、普通そこ調べへん。そうですね。だからそこがもう怖いなってなってきて。だから、あの、YouTube とかも引用もね、うん、どうなんかなとか思うねん。こんなんはええのか。まあ、どう、まあね、まあ、あのこたつ記事みたいなね。そうそうそう。番組もようありますけど。だから、取材、な、来てくれたら。一本ね、電話くれたら、うん。うん。共演したんですか？いや、してないですよ。うん、YouTube 見てください、ね。いや、YouTube で共演してたら、共演したって言うやん。はい。だから、その後、スポニチ。あ、そうですね、スポニチさんも、うん。はい。うん。それはスタジオで会ったって書いてあるやろ。そっちが。そうですね。うん、はい。だから、そうなんちゃうかなって。だから、そこってニュアンスな。うん、そうですね。うん、だからで言うて、どうのこうのじゃないねんけども、うん、ちゃんと、報じてくれと。報じてほしいわと思うところでございますわ。うん。じゃないと、もう、やっぱりおかしいなって。うん、それがジャーナリズムちゃうの。うん。この、裏取ってって、あったってないとか、またまあまあそうですね。そう、裏取るのがやっぱ仕事ですからね、それは。うん。まあそれ、あの、カズサさんってジャーナリストや。はいはいはい。詰めて、はい、それ言うたら、え何もなしで、待って、最近そんなんだからね、言うてあったけど、うん、まあ、そういう。今後ね、今後。一報いただければ。っていうか、あの、いや、みんな結構、ほら、切り取りとか、あるやん。そうですね。うん、だから、それはどうなんかな、と思うところでございますわ、うん、ほんまに。あ、好意的なね、感じやったらいいけど、うん、ただ、うん、間違う。まあ、勘違い、多くの人が勘違いしますからね。やっぱネットヤフーニュースとか乗ると、多くのね、人が。ほんで、読んだり、せえへん人もおる。記事、あの、タイトルだけ見たりとか、ね。タイトルとか、ほんで YouTube 見たりとか。YouTube とかせえへん。だから、そんなんで、あの、俺の Twitter に来てんで。
うん、やっぱり会ってたのか。共演。いや、会ってたのかって。行ったらいてはったんや。そんなもん。なあ。別にこっち側とか向こうがセッティングしてこうやってね、普通に追ったわけじゃないですからね。そうやろ、そんなもん。ほんで、YouTube で俺。だから、その、香港チャンネル、このチャンネルでごぼうの塔をやったっていう YouTube も見てないと、はいはい。見てないと思いますね。うん。それはあかんやろな、とか思うけどね。ほんで、こっち側とかには、一般の方とかでもなんか、言うてくるやん、はい。いろんな、まあ、方のも、その、お前はちゃんと調べてんのかとか。いい整理できますね。まあね。ね。僕らは、その、何ですか、専門家じゃないから、その、感想を言うてるだけですからね、その事象に対しての。そうそうそう。だから、いろんな、これからもね、この案に未解決の事件とかもどないなっていくか分からへんな、うん、選択肢やそういろんなね考え方がいっぱいあるやん、うん、ものの見方が、うん、だからそれを決めつけてるんじゃないねんけどもっていうね、うん、ところでございますのでそこのところよろしく皆さんチャンネル登録よろしくお願いしますそしていいねを押していただければまた私も励みになりますのでよろしくお願いします香港からのお知らせでした。